春アニメも見たいけど、作業まだ残ってるし。この教室で合ってるよね。合ってると思うよ。一花たちが作った謎解きの答えをたどってここに来たんだし。最初の問題の答えが、何度も音を奏でた場所。その次が、四つの星は隠れている。で、最後の答えが、桜だったわね。はい。演奏はいろんな場所でしてるけど、星は隠れているってあるから、屋上じゃないし。演奏も何度もしてる教室で、桜といえば、ルカさんたちと一緒に、黒板に桜の絵を描いてお花見した、この教室なんだけど。ん？ねえ、あそこ。星形の飾りが貼ってあるけど、あんなの前からあったっけ？ほら、あの黄色い星。多分、厚紙かな。ひらがなで、いって書いてある。ふふ。そういうことだったのね。さき、ミク。隠れている星を探しましょう。隠れている星？あ、そっか。二つ目の問題の、四つの星は隠れているっていう答え、ここでも使うヒントだったんだ。なるほど。じゃあ、あと三つ、星があるはずだね。あ、あった！セット、か！私も、家を見つけたわ。ミクが見つけた星と合わせて、これで四つ目。イが二つと、セット、かで。正解！なになに？みんな、行くよ。せーの。さき、誕生日おめでとう。みんな。びっくりした。お祝いしてくれてありがとう。謎解き、すっごく楽しかった。よかった。ヒント、きちんと伝わるかなって、ちょっと心配だったな。ミクとルカさんに協力をお願いしておいたから、大丈夫だとは思ってたけど。もう、私だってちゃんと問題解けたもん。ルカさんがヒントくれたからだけど。あ、見て。みんながサキの誕生日をお祝いしに来てくれてるよ。ほんとだ。みんな、来てくれてありがとう。あ、すごいすごい。こんなにお祝いしてもらえるなんて。ねえねえ、来てくれたみんなにお礼したいし、ちょっとだけ演奏しない？サキがそうしたいなら、喜んで。やったー！じゃあ、最近練習してるあの曲やろうよ。みんなー、盛り上がる準備はできてる？よーし、それじゃあ行くよ。ハローワーカI'm not afraid to die.
すごく良かったよ。一人一人の音がしっかり重なって、サキたちの思いも伝わってきた。本当？私ね、自分にできることって何だろうって考える時がたくさんあって、これでいいのかなとか迷うこともいろいろあったけど、でもそうやって頑張ってきた毎日があったから、今が一番楽しい、幸せだって心から思えるんだよね。サキたちならきっとこれからも楽しい今日を積み重ねていけるわ。私たちもそばにいるからね。うん、みんな今日は本当に来てくれてありがとう。これからも私は全力で毎日を楽しんでいくね。特にバンド、いっちゃんたちと一緒にもっとたくさんの人たちに私たちの曲を届けたいな。そのためにはとにかく練習しないとって言いたいけど、今日はさすがに誕生日だしね。あ、しほちゃんが優しい。明日吹雪になっちゃうんじゃない？さきちゃん、そんなこと言っちゃったら謎解きのご褒美もらえなくなっちゃうよ。え、待って待って、ご褒美があるの？誕生日パーティーっていうご褒美だったんだけど、あげたくなくなってきたな。サキを置いて私たちだけで行こうか。ああ、私優しいしほちゃん大好き。だから置いてかないで。しほちゃん、しほちゃん。見せてあげようかな。